皆さん、アニョハセヨー、こんにちは、野島直人です。 K パフォーマンスオンエアノンバーバル編の配信のお時間がやってまいりました。この配信は韓国観光公社主催で、韓国観光公社東京支社 Facebook、Instagram、 韓国観光公社 YouTube チャンネル、韓国の今をお届け、韓旅サポーターズ、駐日韓国文化院 YouTube チャンネル、オンライン韓国文化院にてお送りしております。今回は毎年行われている日韓交流お祭り、ハイルチュチェハマダンの連動企画としてこの配信を行っております。現在公開中のミュージックドラマオンリーユー、そしてダンスミュージカルサチュム2レッツダンスクレイジー、そして本日は K パフォーマンスオンエアノンバーバル編としまして、韓国のノンバーバル公演の魅力をお届けしたいと思います。案内をさせていただきますのは、日本韓国で俳優をしております私野島直人が担当させていただきます。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。今回は韓国のノンバーバル作品、なんと11作品を紹介します。ノンバーバルとは文字通り非言語で、セリフはほとんど登場しない作品のことで、セリフのないパフォーマンスってどうやって表現するのか気になりますよね。ナンタやジャンプなど、これまでに聞いたことのあるパフォーマンスから新しい公演パフォーマンスもありますので、それぞれのスタイルを、今回は作品ごとのハイライト映像をご用意しましたので見ていきましょう。まずは韓国のノンバーバル公演の元祖といえば、これ初心者にもおすすめ、韓国の伝統的なリズムをベースにしたナンタ。ビビンバを作る過程をビートボックス、ブレイクダンス、アカペラで見せるシェフ。クルーズ船に乗ってパン作りの体験やダンス、マジックや歌のショーを楽しむパンショー。3作品続けてハイライト映像をご覧ください。
오케이 여러분들 안녕하세요 반갑습니다. 오케이 비밤 레스토랑에 오신 것을 환영합니다. 웰컴 투 레스토랑 비밤. 오케이 웰컴 투 비밤. 웰컴 투 비밤. 예 웰컴 투 비밤. 오우나 파도 젠틀맨 저희 팡팡크루 유람선을 찾아주셔서 대단히 감사하고요. 자, 오늘 만들 첫 번째 빵은 소보루 빵입니다. 首先要做的是沙波罗面包。 오늘도 신나고 활기차게 하이! 하이 하이 하이! 오케이, 빵 만들기 스타트! 세상에서 가장 배부른 빵! 빵쇼 스타트! 하이! 하이 하이 하이! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 스타트! 야! 야! 롤롤롤롤롤
롤 롤 롤 야! 와! 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 유! 오케이 유! 아, 좀 더 야! いかがだったでしょうか。どの作品も料理やキッチンをテーマにした作品をお届けしましたが、テーマは同じでもナンタは韓国の伝統音楽をベースにしていたり、シェフはビートボックスやダンス、そしてパンショーは自分で作れるという体験もあったりと、それぞれの味があって楽しいですよね。さて次は韓国の伝統、韓国らしさが伝わる作品をご紹介します。朝鮮時代、王の側室となったジャン・ノクスの生涯を伝統舞踊をもとに表現した旧ジャン・ノクスジョン。さまざまなジャンルの音楽とホログラムが織りなす国楽パフォーマンス、サン・アンド・ムーン。アントンのタルチュム、仮面劇を現代風にアレンジしたハイマスク。韓国の伝統音楽と現代音楽が融合したパフォーマンス、ファンタスティック。4作品のハイライト映像を続けてご覧ください。
Shall we dance? On a bright cloud of music shall we fly? Shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance? Little star has left the sky. Shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance? On the clear understanding that this kind of thing can happen.명하였더라. 여인에게는 하늘 대금을, 사내에게는 하늘 북을 내렸다. 신호 함께여 천지가 풍성하듯 이들의 사랑 또한 날로 깊어가네. 나 너희는 서로에 대한 기억을 잃게 될 것이야. 너는 귀신이 되어 구천을 떠돌게 될 것이다. 다시 사랑을 하려면 하늘 대금을 찾아 사랑의 노래를 연주해야 하느니라. 아이 까지 일주일 마지막으로
華麗な伝統衣装舞踊で見せる旧ジャンノクスジョン、韓国の伝統楽器を現代風に楽しめるサン&ムーン、仮面劇タルチュムをベースに子供から大人まで楽しめるハイマスク、伝統音楽からブレイクダンスまでさまざまなジャンルが交わるファンタスティック、4作品ご覧いただきました。韓国の伝統的な作品を見るのは敷居がちょっと高いかなと思われる方でも気軽に楽しめる作品ではないでしょうか。さあ、伝統を楽しんだ後は元気いっぱいの公演を見に行きましょう。ダイナミックなパフォーマンスと笑えるストーリー、コミックマーシャルアーツパフォーマンスジャンプ、女性メンバーのみで構成されたパワフルなパーカッション演奏ドラムキャット、目の前で作品が完成していくマジックのようなドローイングショーペインターズ、エネルギッシュなダンスパフォーマンスが観客を魅了するサチュム2レッツダンスクレイジー、4作品のハイライト映像を続けてご覧ください。
We'll be right back.
迫力のあるアクロバットジャンプ、女性メンバーのみの打楽器パフォーマンスドラムキャット、そして目の前でアートが完成していくペインターズ、エキサイティングなダンスパフォーマンスサチュム2までご覧いただきました。サチュム2レッツダンスクレイジーはご覧いただいております YouTube チャンネル、 Facebook にて10月9日まで配信中ですので、ぜひ本編もご覧ください。11作品ご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。今回の配信で皆さんに韓国の公演 K パフォーマンスがより身近に感じていただければ幸いです。そしてやはり動画で見るだけではなく、現地韓国に行って目の前で公演が見たいですよね。多くの作品が上演されている韓国の演劇の街テハンノでは、毎年秋にウェルカムテハンノという演劇のお祭りが開催されています。今年もオンラインで公演が見られるウェルカム K ステージなどのプログラムも用意してあります。韓国の公演をもっと知りたいという方は、ウェルカムテハンノ公式ホームページをチェックしてみてくださいね。一日でも早くコロナが収束して韓国に行ける日を願っています。それまで元気に過ごしましょう。 K パフォーマンスオンエアノンバーバル編、私野島直人がここまでお届けしました。ありがとうございました。アンニョン。Real good.